それとも以前から、この SOFC 関係のセラミックス の, その部材、まあ、セルと言われているものとかですね、あるいはそこに使われますあの風刺ガラスというのの開発をやっておりまして、まあ、そんな中で、他のシステムメーカーさんとですね、あるいは大学の先生とかとですね、連携をしながら、この研究を進めようということに取り組んだということです。現在の燃料電池は水素と酸素で発電をしていますので、クリーンなエネルギーと言われています。これはこれで、事実なんですけれども、その水素を作るときに多くの CO2 が、出てしまっているという現実がございます。でここを改善できれば、例えば今回のような NH3 のアンモニアを使えればカーボンフリーですので、大きく改善できるというふうに考えました。最初は戸惑いというか、本当にできるんだろうかという思いの方が強かったんですが、全体を考えますと、やはり今の燃料電池のままでは良くないということで、将来的にはカーボンフリーなエネルギーの循環システムに寄与したいということで取り組みました。開発の実務担当者としてです。特にセル関係の材料の開発に携わりました。 SOFC っていうのはセラミックスを使った燃料電池でありまして、で、セラミックスを動かすということで、非常に温度が通常の他のタイプの燃料電池と比較して高い。今までアンモニアを燃料に使うということは考えられていなかったというか、実施されていなくてですね、今回新たにその未知の領域にチャレンジしたということになります。やっぱり使う温度が700度から800度と高いこともありまして、実際にどういうことが起こっているのかっていうのをその場で確認できないっていうのが一番難しいところでして、そういった意味でも実際アンモニアをどうやって使うっていうところがっていうところと、その体制をどうやって明らかにするかっていうところが非常に難しいところでありました。最初試した材料は全てのものがですね、腐食してしまったり劣化してしまったりということの繰り返しでした。でそこで、過去のですね、私ども食器の会社ですので、食器で110年以上に培ってきたですね、技術をもう一回掘り起こしまして、まさに食器の釉薬ですねに使われているガラスの材料ですとか、他のセラミックス材料に使われているようなものをですね、掘り起こしまして組み合わせました。先ほど申しましたように長い歴史というところがありますけれども、一方で若い技術者あるいは社員のですね、意見を取り入れていただけるというような社風がありますし、若い血を入れていくということでプロジェクトに取り組んできた。それによって新しい考え方、斬新なアイデアというのも盛り込めたというふうに考えております。ガラス材料だったりセール材料だったりというところをうまく改良しきることができて、最後はなんとか出力が出るっていうところまで確認、発電できるところまで確認できまして、その瞬間からようやくいけるのかなというふうには思うようになりました。これがですね、今回開発いたしました、カーボンフリー燃料を直接供給できる発電の心臓部であります、セラミックスセル
になります。このセルの模式しているものがこちらになりまして、で燃料でありますアンモニアが燃料極緑色の部分に入りまして、ここを通ってきて電解質と呼ばれる白い膜を、のところでですね、アンモニアと酸素が反応しまして発電するというメカニズムになっています。従来は水素が流れてたんですけれども、今回のものはアンモニアが直接流れるというのが特徴になっております。今カーボンフリーっていうことで、燃料電池が技術的に実用に持っていけそうなというところまで来てますので、オールジャパンの技術として、まあそのカーボンフリーの燃料電池っていうものを、まあ、世界にも活用できるようなものにしていきたいと思っています。2020年頃から発電機としてカーボンフリーの燃料を使った発電機としてデモ運転をしてまいりたいと思っております。ですので2020年以降にですね、もしかしたら一般の方の発電技術として使っていただけるのではないかというふうに考えております。今実証のその試験に入っているところでございます。で、まあ、目標といたしまして2020年度にですね、日本で東京オリンピックが開催されますので、そこでですね、なんとかデモ運転まで、達成したい、持っていきたいということで、まさにオリンピックっていうのは世界に向けていろんな情報発信ができる絶好の機会でございますのでね、ぜひその機会を利用してですね、この日本が取り組んでいるその環境に対するやはりその思いというか、そういうものをですね、まあ、今回のものも含めて世界に向けて発信をしていきたいというふうに考えております。